ナンバーアンダーライン i イゴートイタリアの大学院生選ぶ、海外展開すべき JPOP1 位に JPOP の海外展開をテーマにしたワークショップが開催され、興味深いデータが公開されました。JPOP の新しい波として、ゴートがなぜこれほど注目されているのかを探ることにしましょう。最近、イタリアの大学院生が参加したワークショップで、JPOP の海外展開に関する興味深いデータが公開されました。 そこでの調査によると、J-POP の中で最も海外展開すべきアーティストとして、ナンバーアンダーラインアイが挙げられ、その楽曲、ゴートが特に注目されています。この結果は、J-POP がいかに多様であり、その中でも新しいアーティストがどのように国際的な関心を引いているかを示しています。このワークショップでは、イタリアの大学院生を対象に調査が行われ、ナンバーアンダーライン i のゴート。 がトップの35.5%という高い支持を集めました。他にも、ミー・アイの、クリック・ミセス・グリーン・アップルの、ティー・ゴ・ティー・ウン・ディーの、怪獣の花歌乃木坂46の、お一人様天国・オフィシャル・ヒゲ男・ディズムの、サブティトル・スノーマンのタペストリーなどがランクインしていますが、ナンバー・アンダーライン・アイの圧倒的な人気が目立ちます。この結果は、 J-POP の海外展開に対する新しい視点を提供してくれます。特にゴートがこれほど支持を得た理由を探ることで、他の J-POP アーティストやプロデューサーにとっても貴重な教訓となるでしょう。まず、ゴートの魅力について考えてみましょう。ゴートは現代の若者文化に深く根ざしており、その歌詞やメロディーが多くの若者の心に響いています。 特に TikTok などの SNS での拡散力が大きく影響しており、短い動画で繰り返し使用されることで、楽曲の認知度が急速に高まります。例えば、TikTok でゴートのダンスチャレンジが流行し、多くのユーザーが自分たちの動画を投稿することで、楽曲の一部が繰り返し再生され、視聴者の記憶に残りやすくなります。このような現象は、以前にはなかった新しい形の音楽プロモーションとなっており、 ナンバーアンダーライン愛のゴートがその代表的な成功例と言えるでしょう。また、ゴートの歌詞には普遍的なテーマが込められており、異なる文化圏の人々にも共感を呼ぶ内容となっています。愛、友情、挑戦といったテーマは、どの国の若者にとっても共感できるものであり、言語の壁を越えて感情に訴える力があります。このような普遍性を持つ楽曲は、 国境を越えて広がる可能性が高いのです。さらに、ゴートのプロダクションには高度な技術とセンスが投入されています。楽曲の編曲やサウンドデザインには、現代の音楽トレンドを巧みに取り入れつつも、独自のスタイルを持たせています。これにより、リスナーは新鮮な驚きを感じつつも、どこか懐かしさを覚えるような感覚を得ることができます。 特に若者の間で人気のあるエレクトロニカやヒップホップの要素を取り入れることで、広範なリスナー層に訴求しています。J-POP が世界で評価されるためには、単に楽曲のクオリティだけでなく、そのプロモーション方法や市場戦略も重要です。ナンバーアンダーライン愛の成功は、彼らが新しいメディアを巧みに活用し、グローバルな視点で活動していることを示しています。例えば、 彼らは SNS を通じてファンとの直接的な交流を図り、その反応を即座にフィードバックとして取り入れています。このようなインタラクティブなコミュニケーションは、ファンの忠誠心を高めるだけでなく、新しいファンを獲得する手段としても非常に効果的です。さらに、ナンバーアンダーラインアイは海外ツアーやフェスティバルにも積極的に参加しており、現地のファンと直接交流する機会を増やしています。これにより、 彼らの音楽がどのように受け入れられているかを実感し、さらにその反応を現に次の作品作りに反映させることができます。このような積極的な海外展開は、他の J-POP アーティストにも大いに参考になるでしょう。もちろん、J-POP 全体としてのブランド価値を高めるためには、業界全体の協力も不可欠です。レーベルやプロダクション、プロモーターが連携し、 J-POP の多様性と独自性を強調するキャンペーンを展開することで、より多くの国際的なリスナーにアピールすることができます。例えば、日本の文化や風景を背景にしたミュージックビデオを制作したり、日本語の歌詞に英語や他の言語の字幕をつけることで、海外のファンにも理解しやすいコンテンツを提供することができます。また、国際的な音楽フェスティバルやコンベンションに参加し、 J-POP の魅力を直接伝える場を増やすことも重要です。こうしたイベントでは、現地のメディアやインフルエンサーとも交流できるため、彼らを通じてさらに多くの人々に J-POP の魅力が広がる可能性があります。ナンバーアンダーライン愛のゴートが示した成功の背後には、こうした多面的なアプローチが存在しているのです。最後に、J-POP の海外展開における成功の鍵は、 リスナーとのエモーショナルなつながりを築くことにあります。音楽は単なるエンターテイメントではなく、感情や経験を共有する手段です。ナンバーアンダーライン愛のゴートがこれほどまでに支持された背景には、楽曲を通じてリスナーが自分自身を投影し、共感し、感動する瞬間があったからこそです。このようなエモーショナルな体験を提供することで、J-POP はさらに多くの国境を越え、 世界中のリスナーの心をつかむことができるでしょう。では、今後の J-POP の海外展開において、どのような戦略が有効なのでしょうか一つのアプローチとして、異なる文化とのコラボレーションが考えられます。例えば、海外のアーティストと共同で楽曲を制作したり、リミックスを提供することで、互いのファン層を広げることができます。また、海外の人気プロデューサーを起用することで、 新しいサウンドを取り入れつつも J-POP の独自性を保つことができます。さらに、バーチャルリアリティ、VR や拡張現実、AR などの最新技術を活用したプロモーションも効果的です。ファンが仮想空間でライブパフォーマンスを体験したり、インタラクティブなミュージックビデオを楽しむことで、従来のメディアでは実現できなかった新しい体験を提供することができます。これにより、 J-POP の魅力をさらに引き立て、世界中のリスナーとのつながりを深めることができるでしょう。また、言語の壁を越えるための工夫も重要です。楽曲の歌詞に複数の言語の字幕をつけるだけでなく、多言語対応のウェブサイトや SNS アカウントを運営することで、より多くのリスナーに情報を届けることができます。さらに、ファンミーティングやオンラインイベントで通訳を利用するなど、 リスナーとのコミュニケーションをスムーズにするための対策を講じることも効果的です。このように J-POP の海外展開には多くのチャレンジが伴いますが、その分だけ無限の可能性も秘めています。ナンバーアンダーラインアイのゴートが示したように、新しいアプローチとクリエイティブなプロモーション戦略を駆使することで J-POP はさらに多くの国際的なリスナーを魅了することができるでしょう。そして、その 成功は他のアーティストや業界全体にとっても大きな励みとなり、新しい波を生み出す原動力となるのです。これからの J-POP がどのように進化し、世界中のリスナーとどのようにつながっていくのか、非常に楽しみです。皆さんはどう思いますか ?J-POP の未来について、どのような期待や予測を持っていますかそして、あなた自身が感じる J-POP の魅力とは何でしょうかぜひ、 あなたの意見を聞かせてください。